この動画では EGV400 シリーズの創出ソフトについてご紹介します。 EGV ランチャーを立ち上げます。創出モードは HD1 系統創出の横と縦、ダイレクト創出、2系統創出、4K、12G 創出モードの5つになります。HD1 系統創出横を立ち上げるとこのような画面が開きます。画面上の部分が番組を創出するプレイリスト、画面下の部分がテロップを保存しておくプールフォルダーになります。右上のボタンは創出操作を行います。チェンジではテロップを創出します。スタートではテロップの効果を実行します。ストップでは効果中のテロップを停止します。トップではネクストのテロップを最初にします。スキップではネクストのテロップを次のテロップにします。バックではネクストのテロップを前のテロップにします。インプットでは入力ソフトを開きます。クリアでは創出画面を初期化します。キャプチャーではキャプチャーソフトを開きます。HD1 系統創出縦を立ち上げると画面左側が番組を創出するプレイリスト、画面右側がプールフォルダーになります。創出方法、操作方法は HD1 系統創出横の場合と違いありません。HD2 系統創出縦の場合、プレイリストの左側が1系統目、右側が2系統目になります。こちらも創出方法、操作方法に違いはありません。ダイレクト創出を立ち上げると、他のモードとは違い、画面全体が番組を創出するプレイリストになります。この創出モードは、事前に番組に登録したテロップをカルタ取りの要領でダイレクトに創出するモードになります。このようにクリック操作のみで創出する場合、事前に設定が必要となります。 EGV ランチャーから EGV セッティングを立ち上げます。上のタブのプレイリストからプレイリストをクリックした時の動作を OA セットに設定します。 EGV セッティングを終了します。もう一度ダイレクト創出モードを立ち上げます。このようにクリックするとダイレクトにテロップを創出することができます。